えー、ということでちょっと質問にまた行ってみましょう。まあ、なんか冒頭の話に触れる質問がちょうど来てるんですけども、えー、イスラエル・ハマスの問題は経済の観点から見るとどのような影響があるでしょうか。森永さんの視点を教えてくださいと。これはあのちょっとね冒頭くしくも言ってしまいましたが、やっぱり一番大きいのは原油価格がどうなるかと。でなぜかというとロシアの制裁で日本の中東依存度が上がってしまっているので、えー、中東産の原油 ここのの価格が上がってくると、当然日本のインフレにも直結しますすよねね。とということです、ねえー、またイスラエルは IT が盛んな国ですが直接この分野に影響が強いなどありましたら伺いたいですということなんですけどもまあ私はその経済アナリスト以外の仕事もいくつかやっていてその中の一つにこう投資系の話をよくやってるんですけども やっぱり最近イスラエルでよく出てくるなっていう分野で言うとやっぱり AI あとは医療ですねヘルスケア系でこのイスラエルの名前がよく出てくるなという気がしますなので非常にイスラエルはこの質問者の方が言っていると IT ですね非常に盛んであるっていうのは僕も同じ認識ですけれども、まあ、それゆえにですね今回ののハマスの大規模な奇襲 なんでこれが起きたのかなという観点は正直持っています。でこれは別にインブホロンとかそういう話じゃなくてイスラエルの諜報機関ですね、まあ、かなり世界的に見たって優秀だというふうに言われています。で今回のハマスのテロ皆さん映像を見たと思いますけども、えー、ブルドーザーでね国境のフェンスを破ってたりとかパラグライダーでこうイスラエル領内にバーッと入ってくる人が100人ぐらいね 映像で出てましたけどあんなアナログな侵入が果たしてイスラエルレベルの諜報機関がわからないなんてことあんのかっていうのが、まあ、これは別に陰謀論じゃなくて個人的な疑問ですだからもしこれが本当にわからなかったんだっていうのが事実なんだとするとまあ実はそのハ,イテクロハイテクノロジーに対抗するのはそういうアナログなんだっていう仮説も作ることができるし。 さすがにあんなアナログな侵入の仕方は当たり前だけど気づいてたっていうことなんであればじゃあなんでそんな奇襲を許したんですかっていう話になってきてそうすると奇襲を許した理由って何よっていう話になってくるんですよね。でまあこれを陰謀論というのかどうかっていうのはさておきながらまあやっぱ過去の歴史なんかを見てみるとまあ一旦攻めさせてからの口実作りでっていうのはよくある話で。 まあそういう可能性もまあ視野には入れといた方がいいのかななんてことを私はねちょっとあのニュースを見たときにふと思ったりした次第です。